はい、注目2歳戦のコーナーです。週刊月報の和田です。はい、おちです。はい、早いものでダービー終わりまして、今週から2歳戦がスタートということになりますが、はい、開幕週いっぱいいますね。そして場が揃っています。東京と阪神でありますけれども、ですね、まあ、東京の戦力日曜日にあるんですけど、まあ、過去にはイスラブニーだって開幕週でしたっけ。まあ、そうですね、うん、はい、こういう馬たちもデビューしているレースということで、注目の一戦になるわけなんですが、日本からはですね、ホリキューシャーのサトノンリーワンというディープインパクトスタンプが早速デビューということで、まあ、例年になく早めにね、今年は2歳をどんどん入れている、そうですね、状況なんですけれども、まあ、こちらの丸ごと POG でもサトノンリーワン、いわきファームの一番手に写真が掲載されております、足毛のディープインパクト3分になるわけですけど、まあ、バランスの取れた高個体の持ち主ということで、まあ、動きの方も4月の頭ぐらいにも入ってますんでね、乗り込み自体も十分ということで、仕上がりは、随分と進んでいるのかなというところですね。はい、で安田記念当日になりますので、香港からモレイラ騎手がやってきますので、この馬を筆頭にこの週、この日はホリキューシャー6頭7頭使うんですけど、全てモレイラ騎手ということで、固め打ちもあるかなというところで、はい、まあ、この馬のデビュー戦はまず注目を集めるかなと思います。まあ、そこは木村厩舎のステルビオっていうロードカナロア3区新種馬場ですけど、まあ、これも、一週前にルメール騎手がね、日本に来ていたので、ウィキニにまたがって非常に乗りやすいと評価しておりました。それからなんかこの番組でいいのはいませんか。マイレ、マイレなんかはどうですか。これ最低7連発しておりますけどね。まあ、ルーラーシップの行動もなんですけど、はい、まあ、そんなに大型馬という感じでもなく、うん、560キロぐらいの、結構バランスの取れたタイプで、はいはい、2週前の稽古でウッドチップで65秒台というかなり、ね、この2歳馬としては速い系を出して、うん、まあ、ちょっと内を回ったところもあるみたいなんですけど、はい、一気に注目増してきて、はい、一瞬前は横山のリヒル騎手がまたがって、やっぱりこちらは今度は姉妹に鋭い足を見せたということで、うん、まあ、調教通りだったら初戦から、かなりいいところを見せてくれると思います、ね。まあ、仕上がりの良さ、速さというところですね。はい、はい、まあ、続々あれですよね、新種馬たくさん出てきますよね。エイジンフラッシュもいますし、ローズキングダムもいますし、まあ、ヘニーヒューズも国内では新種馬ということになるんですけど、まあまあ、そのあたりがまあ注目ということで、ね、はい、日本の関東ではそんなところが注目かなと思います。はい、まあ、初日の専用もいいのがいっぱいいるんですけど、こっちはもうあれですね、ホリキューシャといえば今度は対抗州藤沢厩舎ですけど、これも例年になく早いデビューでファストアプローチという馬が、まあ、おじにサトノフランがいる血統なんですけど、まあ、これがスピードとパワーを兼ね備えたタイプということで、まあ、血統的にも注目を集める一頭になるのかなというところですかね。はい、で阪神ですね。阪神は開幕週に芝1006がありまして、ここがまあ揃ってそうな感じですかね。はい、K.I. ノーティックディープインパクト3区ですね。お母様ダートで活躍した馬ですけれども、まあ、1週前の調教でハンドで54秒7で総競採点7ということで、これが福永騎手でデビュー予定ですかね。はい、これは人気になるそうですね。それから何だっけ、アメージングセンス、アメージングセンス、これハーツプライサンプですけど、これも、歩型がアメリカの一流血統ですか、これ。そうですね、G1 4勝のメインがいる血統なんですけど、これが武豊騎手でデビュー予定ということで、まあ、これも注目を集めそうなタイプですかね。それから、まあ、ノベリストか、ノベリストも新種馬ですね。どう思いますか。そうですね、まあ、向こうのヨーロッパの長いところで活躍してきたところなんで、やっぱ
日本の芝に合う軽さがあるかどうかというところがやっぱり一番の注目にはなると思いますね。はい、まあ、そんな中でですね、芝専用6月4日日曜日の芝専用にバイザーという馬が、ノベリスト3区なんですけど、これが、近親にロジュニバースがいるボケということで、まあ、状況の方も順調に進んでいるようですし、まあ、いいスピードがあるということで、これが北村雄一騎手で芝専用デビューというところで、まあ、こういう馬がどんな走りをするかも、2歳戦の注目すべきところかなというところで、まあ、新馬紹介も、ね、東西ともに埋まったほどですし、はい、まあ、それだけ、仕上がりが良さそうな2歳馬スタンバイしておりますので、はい、まあ、今週からどんどん楽しみでいただきたいなというところで、はいはい、新種馬の層が今年は厚いんでね、国内の海外からそうですね、その辺注目してほしいなと思います。はい、分かりました、はい、ということで来週以降もはい、取材を頑張りたいと思いますので、はい、2歳でお楽しみいただきたいと思います。